無職転生2心の声ラジオ。痛い、靴の脱ぎ履きがうまくいかなくて足がつりそうになった杉田智和です。今週から始まりました無職転生2心の声ラジオ。この番組は、この足がつった中年が演じる前世の男、こちらをメインに添えつつ、いよいよ7月2日日曜日からスタートするテレビアニメ無職転生2伊勢が行ったら本気出すをより身近に感じていただくためにお送りする番組だったはずです。テレビアニメ第2期に合わせておよそ1年半ぶりにラジオも復活いたしました。そしてアニメのタイトルに合わせて番組名にも2がつきました。はい、皆さんお元気だったでしょうか。このね、まだこれ0回だか1回だかなのに、もうすでに楽しみですっていうメールが来たんで、でも内容は楽しみですってやつなんで、みんな同じだ、ほぼ同じだから、心の声ネームをこうすごい早口で全部読もうな。ハレルヤアメカさん、猫を飼うシロクマさん、すごいね、鈴鹿歌子さん、はい、お姉さんね、名口さん、はい、在08アンコロモチさん、倍返した、よし、OK、他多数いただきました。はい、みんな楽しみなんですよ、無職転生2が。ありがとうございます。さて、今回はですね、第2期の見どころ、これは公式が決めてしまうとそこしか見なくなるので、あんま決めたくないですけどもね、よく聞かれるんですよ、この番組の見どころはって言われて、それを皆さんが見つけたらこちらの宛先まで送ってくださいって言って、怠惰だって言われたことがあってどっちのって言ってね、もう場の空気は最悪よ。はい、番組のコーナーも紹介していきます。それでは始めていきましょう。無職転生2心の声ラジオ始まるよ。無職転生2心の声ラジオ。なんだこの曲は、新しい曲かな、劇版だよねこれね。これなんだろう、急にアキラとシキがこう対峙して対決するときに急にかかった曲みたいな、ね、あれも緊張感があって、あ、ライバル同士の宿命の対決だと思った、ポンポポンポンポンポポンポンみたいな、ね、変な鼓の音がし始めて、すごい緊張感っていうね、懐かしい。第1期最終回、第23話目覚め一歩は、さまざまな出会いや旅を経験して変わることができたと思っていたルーデウスでしたが、エリスがいなくなったショックで再び前世のように引きこもってしまいます。体も心も、そして何もかも諦めかけたその時、脳裏に母ゼニスの思い出がよぎってというあらすじでございましたが、はい、キシリカの魔眼でパウロがアイシャとリーリャに、再会できたことや、ゼニスが、ベガリット大陸の迷宮都市にいることも分かったんですね。そしてゼニスとの出来事を思い出し、この世界で生きていかないとな、ブルーデスは再び立ち上がります。さらにエンディングの後にはですね、第2期につながるシーンもありました。その続きが描かれる第2期、いよいよ7月2日、日曜日からスタートいたします。第2期の見どころ、気になる新キャラクターのお話など、チラ見せならぬチラ聞かせをお願いしますって書いてあるんですけど、これね、まあ、今回もこれは前にも言ったかもしれないですけども、もっと前世の男の出番って僕は減るもんだと思ってたんですよね。ルーデウスとして成長して確立していくんで、それに伴って前世要素っていうのが離れていくかなくなっていくか、どっちかかなって、離れていくもんだと思ったけど違うな、じゃあ消えるのかなと思ったら一緒になって成長していくんですね。これは他で類をあまり見ないタイプだとは思われますが、はい、ルーデウスも、成長いたしましてですね、はい、ちゃんとね、内山さんが声当ててるんで、ね、これはイベントでも言ったんですけども、なんとちゃんと再オーディションまでしてですねそうよ、僕は同じ人が人生を全うするのが正しいと思うと思ったけど、決定権なんてないんで、そう、どうあってもまあ受け入れようと思って構えてはいたんですが、ね、よかった内山さんで、僕は本当に自分の中ではですけども、そのベストな選択だったなって、はい、心から言えます。はい、さてと、7月2日日曜からスタート、いいですね。
こちらね期待せずにいられないと思いますが、そうですね、ルーデウスがある程度その成長して、あとこう今までって仲間って理解者とか身近にいる人だったんですよ。一緒に育ったとか、ある程度ルーデウスの人となりを知ってる人と長く一緒にいて一緒に冒険してたんですけども、今度から出会う人たちっていきなり会ったなんかこう暗いやつみたいな、心を開かないやつってに対して、お前何なのから入って、でその後本当の仲間になっていくかもねっていう展開をですね見ていて、なんか冒険者っぽさがより増したなっていうのは正直な印象です。はい、さあ個性豊かなどんな仲間と出会うのかなって、はい、よし、ではご期待ください。無職転生2心の声ラジオ。それでは続いてこの番組のコーナーをご紹介いたします。一つ目のコーナーはこちら、お前の本気を見せてみろ。第1期から継続のコーナーです。現世で人知れず本気を出していることを教えてください。仕事、勉強、趣味、特技、本気を出していることがあればどんな内容でも結構です。作家の長浜はですね、よその番組で差し入れのおにぎり作ってくれるんですけどもう、あれは本気ですよ、うん、なんだろう長浜屋っていう出店する勢いなぐらいにすごいクオリティなんで、これは本気だと思います。はい、さあ、続いて2つ目のコーナーはこちら、前世の男の達観。第1期からの継続コーナーの2つ目です。達観した考えの持ち主であったはずの前世の男に相談したい悩みを募集してるんですが、もうあいつが悩んでるんで相談してもらう人も募集してます、うん、どんな些細なお悩みでも結構です。そうだね、チャット G なんとかに前世の男のこと相談したらなんて答えるだろうなとかね、うん、人工知能にね、うん、ただし、最善の解決方法が得られるかどうかは前世の男次第なんで、今現在の状況を感じると極めて内容は解決しないと思いますね。はい、すいません。じゃあ3つ目は新コーナーかな、行きましょうか。こちら、私の泥沼エピソード。泥沼っていうのはキーワードですね。新コーナーとなります。テレビアニメ第2期の序盤で描かれる泥沼編のルーデウスのように、失意のどん底に陥ってしまった経験、これは泥沼だなと思うシチュエーションなど、あなたの泥沼エピソードを教えてください。泥沼ね、沼にはまって出られなくなる、脱出が困難である、うん、進むことや脱出が困難な状況ってことかな。泥沼っていうのかもしれないけど、こうね、あ、泥沼化してしまってるって言って、ね、大変だな。これ長間さん大丈夫、これあ、そういうのない、大丈夫今ですか、うん、泥沼今は大丈夫かな、うん、昔はありましたけどね。昔ある、はいはいはい、そっか、なかなかねアイデアを出しても上が許可してくれないとか、ロケ的に実現可能なのそれって後から言われたりするやつでしょ、うん、今起きてることじゃんそれ違う、今起きてることや。ノブ大丈夫あれ、違う、あれ大丈夫、うん、俺いくらでもアイデア出すから好きに使えよよし、本当のこと言ってどうないすんねん。ということで3つのコーナーを紹介しました。その他アニメの感想など普通のお便りもお待ちしていますので、気軽に送ってきてください。それではここでいただいたメールをもうさっき紹介しちゃったんでいいです。はい、たくさんのメールありがとうございました。無職転生2心の声ラジオ。お送りしてきました無職転生2心の声ラジオ、早くもエンディングとなりました。この番組ではあなたからのメールお待ちしています。アニメの感想まだ始まってないんだよで各コーナー今回3つ4つぐらいあるから、ね、そちらに送ってもらえればね。でこれどうやって送ったらいいんですか、いいですか、こちらです。
番組概要欄のリンク先にあるメールフォーム、こちらから送ってきてくださいね。はいはい、すいません。さて、まだ始まったばっかりなんでね、メールに頼るわけにもいかず、でも先の話してもしょうがないしな。まあでもさっき言った通り、ルーデウスはこれまで知った人たち、いや自分をよく知る人たちと冒険していましたけども、ここからはですね、初めて出会う、就職活動にもあるし社会に馴染む段階でもあるかもしれないしね、その中でですよ。そううまくいくかなって。しかもルーデウス自身は失意の中にあるので、また人を信じて裏切られたり失うことがあったらどうしようっていう恐怖ね。どっかのね、お姉さんいたでしょ、山嵐のジレンマねって言って、似てないね、無理だよ、真似できないもんだって、まあしょうがないですねって言って、ね、あ、これは昔サイバーフェーズって会社があった、そのドラマ CD の撮ってたディレクターさんの真似と、あと菊田さんの真似、そう、誰か分かんないでしょ。では撮っていきましょうって言って。似てないね、よし、似てないね、よし。じゃあ、ラジオ第2期では、ゲスト呼びたい？それ生放送でやるんじゃないかな。こっちだって、心の声ラジオだよ。前回は一応、その、形式上最後に、内山さんが、ルーデウスが来てくれて、あ、ちゃんと一体化して、ね、ルーデウスになってシンクロしてね。じゃあ、本編に続くってなって、ね、続くってなったね。でもよかったんだけど、でもそんな番組かな、これ。あれだよ、人神に乗っ取られるとかそういうのがいいよ。今回の、人神、心があるかないかわからないラジオは、麻婆チャーハンで、優勝して、違う動画だ、それ。よくない、よくない。そういう番組になればいいかな。さて、テレビアニメ無職転生2異世界行ったら本気出すは7月2日日曜日スタートいたします。東京 MXBS11 は24時から、 KBS 京都は24時45分から、テレビは、25時から、 ATX は、7月3日より毎週月曜22時から、 ABEMA D ストアにて地上波同時最速配信も決定です。その他の配信サービスでも、7月5日より順次配信予定です。詳しくはアニメ無職転生2異世界行ったら本気出すの公式サイトをチェックしてくださいね。次回ゲスト、誰、あ、すごい、次週最終回、来週はですね、ルーデウス・グレイラット役の内山由美さんをゲストにお迎えします。あれ、なんだ、第2回にして最終回か。あれ、パーソナリティ交代かな、ね、違う。あ、違う。あ、そっか。まあでも、そうだな。まあ、ルーデウスと、その、無職の男、まあ、無職の男じゃねえや。あと、前世の男か。前世の男のシンクロっていう意味で話す意味では、最初に内山さんと話せたらいいなとは思いますんで、これいいですね。いいな。だからそういうゲストになると思うけど、基本ゲスト来ないと思ってください。だってそういうのは生放送の方でみんなでやってもらえばいいから、そうね、これでも配慮してんのよ。なんかね、イベントとかで同時に内山さんと並んで映るんじゃなくて、前世は前世の男らしく後ろにいた方がいいんじゃないかとか、そういう配慮を初期の頃かなりして、運営側もかなりそれを受け入れてもらえたのが嬉しかったんですよ、僕は。今回もね、よりシンクロしていくのであれば、そっか、次回に内山さんが来てくれるのはとってもいいな。よし、楽しみだ。それではお時間となりました。お相手は前世の男役杉田智和でした。また次回よろしくお願いします。